ここが僕がですね、指圧屋さんをハワイでやってた時の貝むき地区ですね。ここのビル、ちょっと見てみましょうか。ここね、あの下にこのビルなんですけど、建物なんですけど、下にね、郵便局があるんですよ。ポストオフィスが。ちょっとポストオフィス見てみましょうか。ポストオフィスがやってる時は、あの清浄機がね、上に出てるんですよ、ね。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。ポストオフィスやってますね。どうでしょうか。あ、閉まってましたなんかお昼かな、お昼休みですね、ちょうど。まあこんな感じでポストもこんな風にねあってね、日本のポストとは全然違いますよね。なんかね、こんな感じ。あ、こんな感じ。ポストなんですね。これポストですね。ポストあの子も来たけど、あ、閉まってるわよし、じゃあ向こうの方に僕の大好きな、アサイボールのお店があるので、はい、そちらにちょっと行きたいと思います。ここはね、いろんなね、商店街っていう感じ。こうやってネイルの店もあったり、こうやってなんか美容院とか、あとはね、そうそう、ここのね、通りの名前がココヘッドアベニュー。ココヘッドのココヘッドだね。かわいい名前でしょ、ココヘッドアベニュー。気持ちいいな。ここは本当にさ、高台になってるから風がすごく通って気持ちいいんですよね。あ、ここネイル屋さん。もうね、いつも忙しそうにねやってますよ。人気店だね。働いてる人はなんか、あのタイの人とかベトナムの人が多いんだけど、多分オーナーがそうなんじゃないかな。今から行くアサイボールの店もね、オーナーさんは、ね、台湾の人かな。でこっちでこう起業して、やってるみたいで、すごくね人気店なんで、いつも人でいっぱいです。じゃあ早速ですね、ちょっとアサイボール屋さんに行ってみたいと思います。もう着きますよ。あ、ここはなんていうの、日本でいうところの駄菓子屋みたいなところ。いろんなお菓子とかね、ジュースとか、あのなんていうの、このクマのマークのこのアイスいいかな。あれは結構人気だよね。めちゃくちゃ甘いけどねそうそう、このクマのマークのやつね、あのあれ結構飲んでるみんな。あれかな、セブンイレブンとかでも売ってるよね。はいはい、こちらでございます。アサイスムージー、アサイボール。お店の名前はジュエルなんとか、ジュエルオアジュースですね。ジュエルかジュースかみたいな。なので中にね、ああいうで、アクセサリーとかも、ね、売ってるんですよ。はい、じゃあちょっと行っていきたいと思います。こっちかな、こっちから行こうかな。はい、行きます。よいしょ。Hi, hello. Can I have an acai bowl? What a regular acai bowl? The regular size. Great. Is it? Deluxe acai bowl. Okay. So small size? Yes, small size, please. For here to go? Okay. Okay. What's the price for you? 731. Thank you. 楽しみ。いや、じゃあ座りましょうか。お店もね、なかなか可愛い感じでしょ。はい、どうも、やってまいりました。ジュエルオアジュースの、アサイボールですね。これ僕が買い向きにいた時によくね食べに来てたんですよ。これデラックスアサイボール、ブルーベリー、バナナ、イチゴ、あとこのシリアルがね入ってて、で中にこうアサイが入って、であとこの蜂蜜もちょっとかかってるっていうね、
これがねうまいんですよ。昼飯代わりに食ってた時もあるぐらいのね。はい、じゃあ早速いただきたいと思います。あ、懐かしいな。この間来た時はね休みだったからね、食べられなかった、時間がなかったりとか。あと、はい、じゃあいただきます。この味、ここのやつはね臭みがなくていいんだよね。アサイボウルだと、アサイボウルでもね結構臭みがあるというか、まあ某アサイボウルで有名なお店があるんだけど、ダイヤモンドヘッドの近くに。そこはね俺はちょっと苦手なんだよね。だからここのはね最高、うん、やっぱオーナーが台湾の人だけあって、同じアジア人としてこの細やかなこのねお仕事がいいですよね。お、クコの実も入ってますね。これクコの実、クコの実はね目にいいんですよ。目にお目目の疲れにねいいんでね、うん、アサイボール疲れた体に、日焼けの体にいいですよ。ぜひ買い向きに来た時は、ジュエルオアジュースのアサイボール食べてみてください。これスモールサイズでこんなに入ってます